はい、どうもご視聴ありがとうございます。ストリアの僧帽ということでですね、こちらのゲームあらすじとしては、見知らぬ女性に綺麗な絵を描いてほしいと頼まれた。丘で花を摘む少女の絵を描いた。とても綺麗ねと微笑んだ彼女は僕の足を切り落とし屋敷に監禁した、というところから始まるゲームだそうです。ということで、この屋敷から脱出していくことになるのかな。この綺麗な人の目取られてるのは何なの、本当に本当にってヤバタニエみたいな絵描いてらっしゃる。ん、あ、綺麗な青い目ね。あら、お姉様すごい。見知らぬ女性に綺麗な絵を描いてほしいと頼まれた。丘で花を摘む少女の絵を描いた。お前それを知ってるのかみたいな。あの子を見たことがあるのねみたいな。とても綺麗ねと微笑んだ彼女は、僕の足を切り落とし屋敷に監禁した。突然だよなマジで。監禁するまではわかる。なんで足まで切り落とした、逃げられなくするためか。あー、足がない、足ない。ここは、僕は一体、窓ある、僕の足、足、僕の足、手当てはされてるみたいだけど血にじんでまへん。あんたすごいドットがはい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 って。上から人の声行ってみようかな。よくそのテンションになれるな、この足ない状態で。上行けるか、結構しんどいぞ階段上がるの。惨めさと痛さと辛さで行った。お母さんご飯、あ、いやシフトキーでダッシュできる足ないのにはい、あらねえべ、ようやく起きたのね、元気そうで何より。ここはどこですか。それにあなたは。ここは私の家よ。私はストリア、娘のウトピアは、ウトピア、ちょっと読みづらいね。どこかに遊びに行ってるみたいね、ごめんなさいね。僕の足は今台所で調理してるわ。夕飯に出すから楽しみにしててね。あ、ちゃんと下処理して。その右にあるのは何ですか、あの鍋の横の。あなたにね、お願いしたいことがあるの。絵をね、描いてほしいの。美しく綺麗な絵を。あれ、何、さっき描いた絵は美しくなかったから足切り落とされたってこと。俺、絵を試しているの。あなたたちを、たち、その人の目に映る世界がどれだけ美しいのかを。綺麗な作品を作れる人は綺麗なものしかその目に映さない。私はその目が欲しいの。目取られちゃうの。目、そう、目を娘にね、ウトピアにあげるの。あの子には綺麗なものだけを見て、聞いて、触って、心も体も綺麗な子に育ってほしいから。教育ママだ、普通の、普通ではない。ウトピアさんは目が見えないんですか。醜い世界を見てしまうその僧帽は私が潰してあげたから。安心して、材料も食事も全部ちゃんと用意してあるから。それにね、ここにはあなた以外にもお友達がいるから、きっと寂しくないわ。綺麗な世界を描いてくださいな。綺麗な世界をその目に映してくださいな。そして綺麗なその僧帽を愛しの娘に、さあ、あなたも描いてくださいな。絶対嫌なんだけど、絶対嫌だな、どうしよう。あなたの足のお肉、あんまり柔らかくないのね。でも安心して、ちゃんと美味しく調理するわ。頼みますよ、せめてな。元気、精がつくもの、たくさんの目玉が並んでいます。うん、そうなんだけど、なんでなのっていう。人の手足や臓物が吊るされています。うん、なるほど、ちゃんと下処理して血抜きした方が多分美味しいでしょうね。とりあえずどうする、セーブできる。セーブは好きにできると。16歳なのね。旅する画家。こんな素敵な、確かに女性に話しかけられたらなかなかな。ああ、描きますよっつって描いたらこのざまだよ。よくこんなテンションで歩けるなお前。あ、いる、ウトピアか。お前目見えないんだって、かわいそうにな。俺は足がねえけどさおあいこかもしんねえな、そういう意味ではどっちのが嫌だろう。こんにちは、私はウトピア、あなたはネーベだね。よくわかるね、足音でわかる。で、足ねえんだけどさ。うん、君はウトピアでいいよ。ネーベの方がお兄ちゃんだし。お兄ちゃん、ああ、俺か。うん、あなたは理想を描く同系の画家だね。同系の画家とはなんじゃいなという感じですが、お母さんが言っていた、あなたが描く絵はまるで理想郷のようだと。理想郷、私の目が完成したらあなたの絵を見せてね、約束。その頃俺の目もないんですが。あ、そうだ、ここにはね、ネーベ以外の画家さんもいるよ。あ、友達という。表情を描く躍動の画家に、完璧を描く精密の画家、そして希望を描く博愛の画家。ご飯まで時間あるし、挨拶してきたら。あ、いるの、挨拶してくるわ。お前らも足ないんかね。なんで足切り落とされてこんな普通にしてんのお前は。さっきね、台所でつまみ食いしちゃったの。まあまあの味だったよ。お母さんには内緒ね、俺の足。え、あれ、ネーベの足だったの。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんねって。
ムカつく。出て行ってやる、こんな屋敷。鍵がかかってる。鍵に手届くだけすげえよ。画家さんがいるのはそっちじゃないよ。知らん。お前は俺が右側に行くまでの労力を軽んじすぎてる。最初に伝えといてくれ。赤い部屋と、俺はせっかくだから俺はこの赤い扉を選ぶぜ。じゃあ、あ、いる。生きてんだっていうか、あ、なんで足あんだよ。ずるいな、お前。あ、あの、お前はなんだ？あの、失礼します。精密の画家か？目が赤いね。あなた誰？僕はネーベ、あの、土足で入るな！部屋が汚れるだろ？土足も何も足ないです。足ないね。ごめん。あ、そうなんですよ。まあ、そういう意味では手で入ってくるのも土足かもしれない。あ、でも汚い、汚い、汚いわ。より汚いよな。そういう意味では。あなたもストリアに連れてこられたの？はい。あなたもですか？フィオーレよ。私の名前。そうよ。材料の調整をしていたら声をかけられてね。材料。あなた、よほどストリアに気に入られたみたいね。足取られてるから。え、どうしてですか？だって足、切り落とされたんでしょ？あなたのこと、絶対逃す気がないのよ。そうでしょうか。あなた、おかしいよ。どうして笑っていられるの？そうだよな。この家から逃げたいと思わないの？ここにいると、ウトピアの目の材料にされてしまう。美しく、綺麗な絵を描いてほしいと言われました。ストリアにでしょ？私も同じこと言われた。あなたは逃げないのね。僕は画家です。僕も描いてみたいんです。美しく、綺麗な絵を。こんな狂った家で美しいものが描けると？だからここに留まると？はい。迷いないね。ここには狂人と死体しかないじゃない。あなたおかしいよ。そうでしょうか。狂人の一人だよ。あなたおかしいよ。二回言われた。あの、フィオーレさんこそ逃げないんですか？確かにね、足あるんだから。絵を描かないとここから出してもらえないし、それにストリアは材料の調達をしてくれるから、その材料って何？すげえ不穏なんですけど。私の材料を集めるのが難しいから、そこは助かってるけど。はは、赤がなんだっけ？なんつってたかな？お前何描くん？刃物や糸などの道具ね。画材が、もうちょっとお前早く歩けんか？隣の変態ナルシストにはもう会った。あいつはストリアに誘われて2つ返事で引き受けたそうよ。おかしいよね。まともなのは私だけ。あー、気が狂いそう。本当にお前まともか？何も書かれてないと。じゃあこっち行くか。テケテケみたいに。じゃあ緑、隣ってどっちやねんっていう感じだけど。あなたは？あなたのお部屋はちょっと汚いね。袋から一周ね。虫が湧いてる。顔のない等身大の人形。何を描こうとしてる？おや、君は誰だい？いや、言わなくてもわかるよ。君もストリアにスカウトされてここに来た画家だね。ナルシストっぽくある。スカウトというか誘拐。誘拐というか監禁というか。ここって最高だよね。家賃は必要ない。毎食ただ。材料もストリアが調達してきてくれる。それも新鮮なのをね。お前ら不穏だな。新鮮な。材料？おっと、自己紹介がまだだったね。僕はボスコ。顔だけじゃなく名前も美しいだろ。美味しくて強くなれそう。僕はネーベ。あの、新人くんはどんな絵を描くのかな。僕にとっての芸術、すなわち美しさとは、そう、それは生き生きとした表情さ。表情を描くのがお前か。人の性格も感情も全て顔に現れる。それって他の生き物にはない最も人間らしい特徴だと思わないかい？君もそう思うよね。思うだろ。ああ、みんなまで言わなくていいよ。全部わかってるから。君の顔を見ればね。わかる？足が欲しいなって思ってんだけど。喜びなら緑、悲しみなら青、怒りなら黄色、恐怖なら赤。さて、どんな色で表情を彩ろうかな。その色合ってる？黄色いく？表情描くのと精密なやつと、あと何だったっけ？黄色ね。あら、お前だけちょっと特別扱い。黄色、普通に可愛い子だ。ウトピアに似てる？オリガ姉さん？知り合い？誰と間違えてるの？私はマーレよ。君はストリアに足を切られた。確かネーベだっけ？何日も起きないから死んじゃったのかと思った。へえ。ごめんなさい。双子の姉とそっくりだったので。うっかり名前呼んじゃうほど似てるんだ。あ、はい。あの、マーレさんもここに無理やり連れてこられた画家さんですか？敬語やめて。なんかムズムズする。そうよ。ここで私は、あ、希望を描く博愛の画家ね、お前は。ちょっと漠然としてるね、黄色は。なんて呼ばれてるけど、それは私の父親。お父様は貴族に直属の、いわゆるお抱え師ってやつなの。私もその家に仕えてるから、多分間違えてさらってきたんじゃない？私なんかの絵なんて何の価値もないし。でも絵を描くのは好きなんだね。僕、マーレさんの絵好きだよ。特にその海の絵なんて。やめて、恥ずかしい。そんなお世辞いらないわよ。お世辞じゃないよ。たらしだね。はぁ、あ、お人よし、はぁ、あ、お人よしというか抜けてるというか、君危なっかしいな。いいわ、ここから逃げるの手伝ってあげる。え？逃げるつもりないですが。え？
は？まさか君ここに残る気？うん、ストリアさんに美しく綺麗な絵を描いてほしいって言われたから。そいつの話ちゃんと聞いてた？ストリアの満足のいく絵なんて描いちゃったら目を取られるのよ。娘のウトピアの目の材料にされちゃうの。それにストリアに逆らうと牢屋に閉じ込められるし。え、牢屋？そうよ、ここから逃げ出そうとした画家が牢屋に入れられるのを見たの。その後一体どうなったか。ストリアは目的のためなら何でもするの。それなのに君は何の危機感もなくのんきに、こんな狂った場所で綺麗な絵なんて描けるわけないじゃない。でもだからこそだよ。だからこそ彼女は絶望していると思う。この世界は醜いと。そんな醜い世界を見てしまう自分の娘の相棒を自ら潰してしまうほど。なんで理解できてんのあいつの感情。でも僕は信じたいんだ。どんなに残酷な世界にも美しいものがあるものだと。どんなに狂った人にも美しい心が残っているのだと。僕はその美しいものを描いてストリアさんに見てほしいんだ。死ぬかもしれないのよ。僕は死ぬことより世界は醜いと絶望することの方が怖いよ。お前が、俺は俺もお前が怖い。俺はお前が怖いよ。じゃあ早く描きなさいよ。え？絵が完成したらストリアに渡してさっさと脱出する。それでいいわね。え？え？ほら背中乗って。移動するときはしょってあげるから。でも優しい。早く。お姉ちゃんなんじゃない？あ、はい。やった、これで早く動ける。ブンブン。軽い。軽すぎる。私より軽いんじゃ。まあ下半身ねえからな。あ、ほら、僕足ないから。反応に困る。フォローやめてくれない？あ、そろそろご飯の時間ね。食堂に行くわよ。足ないと質量も、なんだろう、重心が上の方にあるから持ちやすそうやな、なんか。ちょっと着替えとか入ってるんだから見ないでよ。画材が散らばってます。片付け苦手？あ、後で片付けるつもりだったのよ。よく手入れされてるね。大切に使われてるのがよくわかる。全部ストリアが用意したものよ。あの人頼めば何でも用意してくれるけど、一体どこでどうやって調達してくるのかしら。17歳なんだ、1個上なんね。体力俺よりあるな。小気度は俺の方があるのか。嘘だろ。小気度絶対俺のがねえよ。ご飯お腹すいた。ストリアのご飯は美味しい。毎日食べられるの助かる。食肉ですが、食肉というか食人ですが。うん、あ、そろそろご飯の時間か。今日は何が出るのかな。俺の足のステーキです。フィレステーキ。こっち側？あ、つかウトピアいないじゃん。食堂はそっちじゃないわよ。ここから出られないわよ。てか地下牢はどっち？右側かな。要はみんなでご飯食べよっか。さ、ご飯ができたわよ。いっぱい食べてね。わーい、せめて美味しく食べてほしい。待ってたよ。何のお肉？足のお肉よ。ちょっと硬かったけど、いっぱい煮込んだら柔らかくなったわ。あ、足餓死するよりマシか。お肉は貴重だしね。私は遠慮しとく。僕も。あ、食べないの？じゃあ私がもらってもいい？どうぞ、たくさんを食べなさいな。美味しいお肉だけ食べて生きてればいいのよ、あなたは。ごちそうさま。じゃあ僕は先に部屋に戻るよ。おやすみ。私もおやすみなさい。あの二人、なんであんな落ち着いてられるのかしら。目をよけられるかもしれないのに。マーレさん？いや、三人か。私たちも部屋に戻りましょう。大丈夫。明日はきっと素敵な一日になるわ。このお屋敷で素敵な一日なんてあるんか？一人ぼっちのネーベ、かわいそうなネーベ、願わくは死の憩いに打ち勝ちて静かな安らぎが訪れますように。でももしも、もしも許されるのならば。お姉ちゃんか、これは。一緒じゃなくてごめんね。ん？死んじゃったんかな。あ、これ俺の部屋。俺でも部屋があった。懐かしい夢を見たな。オリガ姉さん、どんぼ引かんと。ああ、こっち側なのね。白い部屋気になるな。遅い。マーレさん、こんなところでどうしたの？白い部屋が気になる。君を待ってたの。朝ごはん食べに行くわよ。ほら、背中乗って。え？昨日言ったでしょ？脱出するまで手伝うって。絵が完成したらストリアに渡してさっさと脱出。目玉取られる前にね。そうだった。わざわざありがとう。お前、この部屋に一人まで、一人で行く気だったんかよ。お腹空いたね。今日の朝ごはんなんだろうね。君の足でないこと祈るわ。ボスコもフィオーレもおかしいわ。なんで人肉なんか食べられるのかしら。飢饉がずっと続いてるから食べ物は貴重なんだ。きっとみんなもお腹空いてるんだよ。ネーベもそうなの？うん、最後に食べたのいつだったかな。私は食べ物に困ったことなんてない。お金持ちだもんな。私とても恵まれてるのね。こうなるまで気づかなかったわ。そっか。おはよう。あれ、緑がいない。おはよう。フィオーレは眠そうね。あまり絵が描けなくて材料の調整に時間が。はあ、材料の調整？道具を大事に扱ってるんですね。まあね。ああ、眠。お母さん、お腹すいた。
まだ一人来てないけど先にいただきましょうか。どうぞたくさんお食べなさいな。今日のご飯何？そしてなんで一人来てないの？一人来てない理由とご関係は？ああ、よかった。よかったか。おはよう。いい朝だね。今日の朝食は何だい？もうなくなったよ。おう。あれ？この鍋は？何か入ってるけど食べてもいいのかい？ごめんなさいね。これは食べられないの。これは彼岸箱って言ってね。いえ、目玉を混ぜてるから彼岸鍋？とにかく何でも願いが叶う素敵なお鍋なのよ。これにね、素敵な画家さんたちの目を入れて混ぜてこねてウトピアの目を作ってるの。え、そんな直接じゃないんだ。ハンバーグみたいな作り方してるってこと？ウトピアの目は。じゃあいらない。寝坊するのが悪い。絵の材料作りで徹夜しちゃってね。でも全然満足できない。だから新人くん、今日は僕のお手伝いを頼むよ。え、僕？ちょっとネーベは自分の作品作りで。じゃあ部屋で待ってるよ。まあでもインスピレーションにはなるかもしんないな。言っちゃった。ねえべ、ああいう時はちゃんと言い返しなさい。言い返す間がなくて、ボスコと対話は難しい。それもそうね。ねえべ、行くわよ。あの、僕の部屋じゃなくて、ボスコの部屋に行けばいいんでしょ。手伝うならさっさと終わらせましょう。うん、ありがとう。本当、人よしなんだから。お前だよ、お人よしは本当の。その彼岸鍋は何なん？ボスコは表情を描く躍動の画家。人の表情の美しさを見出してるの。彼はね、ネーベ、あなたと同じ旅人なの。旅先で出会った人々の表情を観察し描く。とっても素敵よね。それで気に入ったから誘拐してきたってわけ？いいえ、声をかけたら喜んでついてきたわ。今後も長く自分を支援してくれるなら片目だけならあげると。あ、そう、片目だけなら、まあ確かにな。彼岸鍋、ちょっと気になるから右の部屋行きたいんやけど。ウトピア。お母さんはね、よく美しいものを探す旅に出ていたの。でも最近はずっとお家にいるから嬉しいな。早く私の目完成しないかな。そうしたらお母さんが集めてくれた美しいものを見ることができるのにな。そうね、ずっと何も見えてないんだ。まあもう美しいもの探してもないから作り出すことを選んだって感じかな。じゃあこっち行ける？鍵がかかってんのね。これが俺の部屋か。画家ね、空っぽなのね。よし、じゃあ行ってみようか。ここか。ボスコさん、お待たせしました。うん、何この匂い、臭かったもんな前回の時点でも。だいぶ、うわー、顔剥いでるな。何これ、に人間の顔、顔の皮よね。いや、マーレ君に新人君待ってたよ。あ、これは絵のモデルに使うマスクだよ。素敵な表情だろ。デスマスク、理想の顔のマスクを作って、それをそこの人形のモデル君にかぶってもらって描きたい表情を描いてるのさ。こっちは笑顔で、こっちは悲しみで。ああ、やはり表情こそが芸術。思考の美しさ、どうやって作ったのそのマスク。でもね、まだ足りないんだ。まだ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 。牢屋にね、ストリアに頼んだ材料が届いてるはずなんだ。大きな袋に入ってるから、袋ごと持ってきてくれるかい。あ、重いから気をつけてね。あ、抱っこしたまま行くの？抱っことかおんぶしたまま行くの？重いものをさらに増やす。やばいやつだと思ってたけど、本当にやばいやつだったわ。牢屋にある材料って想像したくもない。早く終わらせましょう。お前はお人よしだな、本当に。あれ、どうしたの？鍵が開いてるのよ。いつもは閉まってるのに。マーレさんはここに入ったことはないの？ないわよ、入りたいとも思わない。ストリアに逆らったり、勝手に逃げ出そうとした画家がここに閉じ込められてるのは見たことがあるけど、出てきたところは見たことないわね。血がついてるしな。とは言ってもここで立ち止まっていても仕方ないわね。うん、早く終わらせよう。行くぞ。ああ、案外狭い。これか。閉じ込められてますが、誰ですか？あの、誰かいますか？赤い瞳？人？あ、なんか混ざってるね。どうしてこんなところに？それはこちらのセリフだけど、君、画家ではないわね。初めて見る顔だわ。私はテッラ。画家って何のこと？なんか色汚いのかな、この色。ストリアを知らないの？あのね。一般人だから目の色が汚いっていうこと？娘のために画家の目を集めてるって、そんな恐ろしいことが？綺麗な作品を作れる人は綺麗なものしかその目に映さない。そういう画家の目を欲してるのよ、ストリアは。なんてこと。でもテッラさんは画家じゃないですよね。どうして連れてこられたんでしょうか？材料ってこと？白くて綺麗な女性が、ストリアさんでしょうか。川で洗濯していたらその人が話しかけてきたんです。今日はいい天気ですねとか、そんな世間話をしていたんです。高貴な雰囲気をまとっている方だったので、どこかの貴族様なのかなと思いました。だから聞いたんです、どうしてこんな辺境の村にいるのかと。そうしたら彼女は言いました。絵の材料を探していると。
うん、それでその直後に頭を殴られて気づいたらここに、あ、やっぱ材料としてってことか。絵の材料ってこと？テッラが？人を絵の材料に？一体誰が？あの赤い方か？まさかボスコが？あ、私材料されてしまうんですか？殺されてしまうんですか？でもボスコさんが持ってきてほしいって言ったのは人じゃなくて袋だよね。そうよね。大丈夫、君も私たちと一緒にここから脱出しましょう。ネーベの絵が描き終わってからなるけど。ありがとうございます。私は牢屋から出られないからここで待ってます。困ったことがあったら何でも言ってくださいね。何の力になれるの。ありがとう。こんなところで心細いだろうけど少しの辛抱よ。はい、お二人とも気をつけて。お前に何ができるんだ。困ったことがあったら言うてますけど。あ、大きな袋の場所教えてくれた。いろんな国の本があるのね。いろんな国の本と大きな箱で一周を放つ。で、なんか赤いものが大きさ的に首。いえ、考えたくない。でも、というか、そもそも部屋まで運べるかしら。ネーベを背負いながら。そうだよね。僕降りるよ。足なくても移動はできるから。いいの。まだ、いいの。まだ傷塞がってないでしょ。こういう時甘えなさい。あ、ありがとう、お姉ちゃん。ボスコの材料。ボスコの材料でした。なんかありますね。はてなはてなはてなで。あ、いる。びっくりした。あ、それボスコの材料だね。重いでしょ。落とさないようにね。壊しちゃったらあなたたちが材料の代わりに。なっちゃって。冗談だよ。冗談なってないわって。冗談だよ。冗談なってないのよ。冗談をやる。冗談を言うとき相手の表情見ながら言いなさい。本当に。ああ、お前は表情見えないんですけどね。行くぞ。持ってきたぞ。重かったぞ。ボスコ、これ材料。ありがとう。待ってたよ。さあ、早速作ろうかな。どんな表情しようかな。ボスコさんは最も美しい芸術は表情って言ってましたよね。その通り、よく覚えてたね。君は新人君から親友君に。昇格だ。だいぶ昇格した。あ、ありがとうございます。人の性格も感情も全て顔に現れる。心の美しい人間は表情さえも美しいのさ。だからかな、僕に絵を描くときのこだわりがあってね。先にマスク、つまり表情を作ってから絵を描き始めるのさ。今みたいにモデルにマスクをつけてね。あの、僕たちが持ってきたマスクの材料って首さ。マスクを作るには皮が必要だからね。まあやっぱそうだよな。信じられない。いくら芸術のためでも人を傷つけるなんて。ん？確かにボスコはナルシストで人の話を聞かない変態のヤバいやつだと思ってたけど、でも誰かを傷つけるようなことはしないと思ってたのに。傷つけたって？誰を？その袋の中身知らないとは言わせないわよ。だから牛の首だって。あ、牛なんだ。大したことなかったな。じゃあ牛ででも表情作れるか？牛？そう、本当は背中や腰の部分の皮が欲しかったんだけどさ。あ、まあもう何でもいいのか。もう一枚の大きな皮で表情の形にくり抜くみたいな。ストリアにすぐに手に入れられるのは頭部だけって言われて仕方なく、頭の皮って使いづらいんだよね。ちょっと聞いてもいい？え、何どうしたの？なるほどね。まあそりゃそうか。つまりボスコさんは死んだ動物の皮を買い取って、それで人間の表情を模したマスクを作っていただけで、人の皮を剥いで作ったものではないと。何それ、怖っ。ごめんなさい。これがボスコさんの絵。まるすごい。まるで生きてるみたいだ。あ、これさっき完成したんだ。よくもまあマスクを人形にかぶせたモデルだけでここまで描けるわね。マスクじゃないよ、表情さ。でも人の皮使う方が表情好きに作れないもんな。その時死んだ顔になっちゃうし。顔ってね、時に口より多くを語るものさ。僕の両親は生粋のお人よしでね、すぐに人の言うことを信じてしまうんだ。ある日、とある商人が金を貸してほしいと言ってきた。パパとママは喜んで貸したよ。何も疑わずにね。でもね、僕にはそいつが詐欺師だってすぐに分かった。だって金を受け取って俺を言うそいつの笑顔は醜く歪んでいたから。もちろんそのお金が返ってくることはなかった。残ったのは莫大な借金だけ。パパとママは自ら命を絶った。なるほどね。だから僕は必ず人の表情を見るのさ。心の内を見るためにね。親友くん、君のその笑みの裏には強い絶望と希望とか潜んでる。わかりやすく言うと、そうだね。世の中はクソだ。人生なんてろくなことがね。ネーベはそんな口悪くないわよ。でも、信じたい。世界の優しさをってね。何かあったんかな、過去に。ボスコ、なんだい？僕に惚れちゃったかい？やっぱりアホだわ。お。ボスコさん、普通の人だったね。疑って悪いことしちゃったな。普通？まあいいわ。さすがに知り合いが人殺しとか勘弁だからね。勘違いでよかった。じゃあ赤い方か。ああ、もうお腹すいた。もう夕飯はできてるかしら。食堂行く？そうね、行きましょう。次は赤、じゃあ赤い方だよな。あっちの材料は。牢屋にいた。ああ。うぜえな、ボスコの部屋。うるさかった。おかげで調整失敗した。でもストリアが持ってきてくれた材料がまだ牢屋に。
明日取りに行かないと。でもその前にこの失敗作を処分。あーめんどくさ。完璧を描くんだっけお前は。写実的なのかな。ねえ冗談だって言ったじゃん。お前は俺の表情を見ろ。怒ってるだろ。まあ明日までだよ命。よかった人を殺めてしまうひどい画家さんはいなかったんですね。本当によかったさあお腹すいたね。何食べよっか。どうした辛いか。どうした辛そうな顔してる。そのまま倒れてくれると助かる。えストリアさん。あら私。あらあらお料理中に倒れてしまったのね。困ったわ。困ったわじゃないわよ。血生えてるのよ。薬は医者は。いいのよいつものことだから。いつものこと。ウトピアのためにね旅をしていたの。世界中の美しいものを探す旅に。その時に病をもらってしまったのかしらね。もう長くないの私。え私あの子を残して行ってしまうから。だからねあの子にできることは全てしてあげたいの。ウトピアはこの醜い世界で一人で生きていかなきゃいけないから。だからどうかお願いね。綺麗な世界を描いてくださいな。綺麗な世界をその目に映してくださいな。お前旦那さんはそして綺麗なその相棒を愛しの娘に。それはちょっと片目だけでもいいのよ。お礼に欲しいものがあれば何でもあげるわ。うふふ欲しいものも何も。さあそろそろお夕食にしましょう。お皿を運ぶの手伝ってくれるかしら。うん今日も美味しかったよ。はいお粗末様。ねえべ寝ちゃった。ねえべあ何何眠いの。寝るならちゃんと部屋で寝なさい。お姉ちゃんごめん姉さん。あまた間違えてる。また初めて会った時も間違えられたの私。そんなネーベのお姉さん似てるの。うり二つだよ。ネーベの家族は今どこにいるの。母は僕たちを産んですぐに亡くなりました。生まれつき足の弱かった僕はいつも双子のオリガ姉さんに助けられてました。もともと足は弱かったんだ。だから硬いって言われてるのね。父親は僕の村は少し特殊で双子は忌むべきものとして僕たち姉妹も疎まれていました。父はそんな僕たちをかばって村の人たちには最悪だ。ひどいねそんな村は焼き払おう。もう焼けました。わーお。ある日村に疫病が広まりました。それを村人たちは僕たち双子のせいにしました。姉さんは僕を地下室に隠して自分は魔女として火炙りに。我ながら不幸な人生を歩んできました。世界は悲しみで満ち溢れているのだと幼い自負に知りました。けれど残酷なこの世界にもひとしずくの愛があることを姉さんが教えてくれました。だから僕は書き続けるんです。この残酷な世界にも確かにある美しいものを。生きることに絶望しないために姉さんが救ってくれたこの命を投げ捨てないために。お姉さんはネーベが大好きだったんだね。自分の命よりも大切だったんだね。そうですね。それでも僕は堀が姉さんと一緒に。黄色い瞳ね。一人ぼっちのネーベ、かわいそうなネーベ。願わくは死の憩いに打ち勝ちて静かな安らぎが訪れますように。でももしも許されるのならばもう少しだけネーベ、あなたと一緒に生きていたかったな。ネーベ、あらあら不思議ね。え？あなたは人に世界に愛され大切に育まれてきた子供なのかと思ったわ。だってあんなにも美しい絵を描くのだもの。愛情に満ち溢れた心には悲しみもまた多く溢れているものさ。ボスコがまともなことを。素敵な画家さんたちが集まって私とっても嬉しいわ。綺麗な世界を描いてくださいな。綺麗な世界をその目に映してくださいな。そして綺麗なその相棒を愛しの娘に。さあ明日も描いてくださいな。あなたたちの作品楽しみにしてますよ。明日は赤のフィオーレかな。フィオーレデーかな。強いねネーベは。え？どんなに辛いことがあっても絶望しても世界の優しさを信じてる。なかなかできることじゃないわ。見つかるといいね。美しいもので満ち溢れる世界、ネーベにとっての理想郷。うん。さあそろそろ寝ましょう。大丈夫、明日もきっと素敵な一日になるわ。マーレさん、マーレさん起きてますか。誰？ドリア？うん誰。ああ、おはようマーレさん。ネーベ部屋で待っててくれたら迎えに行ったのに。毎回迎えに来てもらうのも悪いと思って。律儀な子ね。でもありがとう。さあ朝ごはん食べに行きましょう。抱っこしてあげるよ。おはようございます。あらいないね。大丈夫かな。おはよう。大丈夫かなってのも変な話だけど。いやいい朝だね。ストリアは？お母さん部屋で休んでるよ。朝ごはん用意できてるからお先にどうぞって。そういえばストリアさんの部屋ってどこだろう。じゃあお言葉に甘えていただきます。あの牢屋の前の空間か。あそこがストリアの部屋。ごちそうさまでした。さて、今日こそネーベの絵を完成させるわよ。うん、頑張るね。
そういえばフィオレ君、ストリアに絵を見せたんだろ。どうだった？ああ、見せたんだ。完成したの？今日も今回の絵もダメだった。もっと綺麗な絵を描いてほしいって。でも私の絵は悪くない。見る目がないストリアが悪い。そうだそうだ、みんなそうだよ。あの時だって、あの時私の絵は完璧なのに、みんな私が女だからって詐欺すんだり、モデルが悪いのに私の実力不足だって言ったり。フィオーレ、みんな全部私のせいにする。悪いのはあいつらなのに。私は悪くない、私は悪くない。スランプかい？そういう日もあるさ。ボスコ黙って。私は悪くない、私は悪くない。言い聞かせながらどっかに。じゃあ今回はフィオーレをサポートするか。フィオーレさん大丈夫かな？こんな環境だもの、きっと不安になってるのよ。心配だし、後で様子を見に行きましょう。美しい友情だね。ボスコさんも行きませんか？僕は遠慮しておくよ。君たちも彼女に関わるのはほどほどにね。はあ？じゃあね。そうだよな、材料が。何なのあいつ、嫌なやつ。ボスコさんは人の表情からその人の本質を見抜くことができる。フィオーレさんから何か感じることがあるのかな？え？まあ大丈夫でしょう。みんなストリアに囚われている者同士、仲間なんだから協力していきましょう。そうだね。じゃあちょっとチカラを先に見ようか。あれ、いない、いないね。あれ、テラさんがいない。何も言わずにいなくなるなんて嫌な予感がするわ。ああ、いや、今の声はテラさん。一体何が？そっち先に行くべきだった。あ、ストリア。あら、フィオーレ、やっとその材料を使うのね。うん、せっかく用意してくれたし。金髪の子をずっと欲しがっていたものね。どうぞその娘を材料にして素敵な絵を描いてくださいな。私は私の描きたいものを描くだけ。それじゃあ楽しみにしてるわ。あー、愛しいウトピア、あなたの想像が完成する日は近いかもね。どうするの？何？フィオーレ、テルラ、何する気なの？追いかけよう。待てー。おー、なんかしてる。フィオーレは完璧を描く精密の画家。でも今はあまり調子が良くないみたいだね。調子が良くないのね。完璧を描くのか。フィオーレさん、開けてください。ダメ、鍵がかかってると。足を長く。痛い痛い、やめて、痛いの、本当に痛いの。違う、もう口大きく。いや、やめ。あ、口大きく開けさせた。テルラさん、テルラさん大丈夫ですか？フィオーレ、やめなさい。何をしてるの？あ、早く部屋の鍵を探さないと。鍵なんてあんのか、外に。鍵ある？よくできた造花だよね。本物みたい。ストリアが作ったらしいわよ。あの人何でもできるわよね。早くテルラさんを助けないと。分かってるけど、鍵ない、知らない。彼女何でも人のせいにする癖があってさ。君たちも余計なお世話を焼いて、変な難癖つけられないようにね。彼女ってフィオーレさんのこと気をつけるんだよ。鍵。ああ、ストリア。あらあら、そんなに慌てて、汗びっしょり。いや、そっちも大変そうだけど。じゃなくて、フィオーレの部屋の鍵どこ？誰かに渡した気がするけど、誰に渡したかしら。どうしたの？みんなで集まってお茶会でもするの？いや、みんな仲良しね。画家同士、何か通じるものがあるのかしら。とりあえず、じゃあ、鍵もらってないよ、ボスコ。持ってないか。じゃあ、ウトピアか。開いた、ウトピア。なんで座ってんの？フィオーレは、はい、完璧を描く。フィオーレの部屋の鍵？はい、どうぞ。やったぜ。うおー、何してやがる。君の絵は完璧だ。非の打ち所がない。でも素敵な絵だと思います。でも何か足りないんですよね。こっちが要望していた絵と違うじゃない。依頼通り描けないのなら報酬は出せないわ。完璧に描いてるのに。フィオーレより彼女の双子の姉エルバの方がいい絵を描くよ。お前また双子かよ。違う、仕事が来ないのはフィオーレの絵のせいじゃない。フィオーレ、君が。ああ、嫌なこと思い出した。タコだらけだ。エルバ、テルラさん、これは。テルラはどうなってしまってる？フィオーレさん、どうしてこんなことを。こんなこと？こんなことって何？私は材料の調整をしていただけ。材料？そう、完璧な絵を描くには完璧なモデルが必要。だからモデルを調整したの。この子は口が小さすぎたから切って大きくした。足の長さも欲しかったから関節を外して伸ばした。胸の形が悪かったから削いで形を整えた。指の。もうやめて。でも失敗、変な声上げて死んじゃった。だから新しいモデルが必要。ああ、もうやり方が最初から間違ってるな。なんか 3D なんかプリンターみたいなのを買ってあげたい。え？金髪、金髪のモデルが欲しい。髪の色かい。ああ、ちょうどいいのがいたじゃない、隣に。持ってこよう。金髪は誰だ？金髪の隣って、まさかボスコさん？ああ、ボスコか。フィオーレより先にボスコを見つけるわよ。
テッラの顔を見てみたいな。どんな顔してる？苦痛に顔を歪ませた血濡れの女性の遺体があります。テッラさん、もう遺体になってしまった、物になってしまった。部屋にはいないのね。ああ、ウトピア、お母さんが部屋にもいないの。どこに行っちゃったのかな。ウトピアさんとストリアさんの部屋、じゃあ近く、あそこかな。ああ、いる。ボスコさん、無事ですか。親友くん、来てくれたのかい。さすが心の友。フィオレ、ボスコから離れなさい。あ、やっぱそんな感じ。次は僕を材料にしようって。え、知ってるの。フィオレくんはね、完璧を描く精密の画家。この辺りでは有名な画家だよ。悪い意味でね。彼女の絵は確かに精密で美しい。でも客の要望を無視する。人の話を聞かない。何でも他人のせいにする。姉の方は評判はとてもいいんだけどね。姉の方が、ですって。私は悪くない。悪いのはあいつ。私より下手なくせに客にこびるのだけはうまい。最悪な姉、エルバよ。君の絵は完璧だ。火の打ちどころがない。でも全然要望通りに描いてくれないのは良くないな。独りよがりすぎる。でも何、私の絵は完璧でしょ。色も構図も全てが計算通り。素敵な絵だと思います。でも何か足りないんですよね。何かって、足りないのはあなたの感性でしょ。こっちが要望していた絵と違うじゃない。依頼通り描けないのなら報酬は出せないわ。こんなに完璧な絵なのに、あなたのセンスが悪いのよ。ビオールより彼女の双子の姉エルバの方がいい絵を描くよ。嘘でしょ。私の方が圧倒的にうまいのに。写実的すぎてもな。ただただ、どうして、どうしてエルバには依頼がたくさん来るのに私には来ないの。私の方がいい絵を描けるのに、私の絵は完璧なのに。そうよ、私の絵を評価できないみんなが悪い。私は悪くない、私は悪くない。多席的すぎる。違う、仕事が来ないのはフィオレの絵のせいじゃない。フィオレ、君がみんなの声に耳を傾けないからだよ。フィオレの絵は完璧だよ。不穏すぎるんだが、あの斧が。でもね、依頼されたからにはみんなの要望に応えないと。君はその要望を難癖という。自分の絵に少しでも意見されると怒り、客の声を聞かない頑固な人間。それがフィオレの画家としての評価だよ。お願い、気づいて。フィオレは絵ではなく自分のことを見直すべきだ。ああ、そんなとこに斧をなんで置いてある。ああ、終わった。フィオレ、ああ、フィナーレになっちゃいました。殺したの？実の姉を？姉じゃない。私を理解してくれないやつなんて家族じゃない。ね、ねえべ、人の欠点を指摘することはとても簡単なこと。急に何？でも人の欠点を指摘しつつ、その人の味方であり続けることはとても難しいこと。あなたは唯一の理解者であり、あなたの一番の味方であったお姉さんを殺してしまった。うざいうざい、何も知らないくせに。お前もエルバと同じだ。お前が悪い。私は悪くない、私は悪くない。ああ、また持ってる。あ、ナイフ。ねえべ、足がないから。ああ、ああ、切られた。ナイフ見せられながら切られた。ねえべ、しっかりして。ねえべ、ああ、結構やられた。大丈夫。でも、右目が見えない。ああ、ストリア的には NG。話せばいつか分かってくれると信じてたけど、悲しいことに僕の目は最初から正しかったようだ。君は変わることはできない。君はこれからもずっと何もかも人のせいにして生きていくんだ。うるさい、もう嫌だ。お前も、私の絵を理解できない、ストリアも。お前たち全員殺してこんなところ出て行って。あら、ダメよ。痛いじゃない。ああ。フィオレ、あなたの絵、私は好きよ。でも足りないの。ウトピアの目になるには、もっともっと綺麗な絵を描いてもらわないと。そうね。だって、もうリアルな、現実をそのまま写すだけじゃ、綺麗、汚いものも写っちゃうもんね。そう思っていたけれど、あんなに美しい絵を描く、ネーベの目を傷つけるなんて、芸術家としてありえない愚行よね。やっぱりあなたはいらないわ。だって、普通の目だもの。ああ。本当に本当にって、ああ、目が、目、首ストリア、フィオレ、ねえべ、大丈夫？目は無事かしら。なんとか。あらあら、塗った方がいいかしら。少し待っていてね。これをこうして。目自体は無事？はい、できた。血は止まったでしょ。あら、どうかしたのかしら。気絶してるのよ。かわいそうなねえべ。麻酔なしだったからね。痛そうだ。そういえば、今日のお夕飯のお肉が足りなかったの。ちょうどよかったが、今日はフィオレだ。今日はごちそうよ。楽しみにしててね。あれ、ここは？あ、おはよう。起きたのね。あなた大変だったのよ。よかった、やっと起きたのね。マーレさん、僕は一体、ストリアが君の目の治療したんだけど、痛みで気絶しちゃったのよ。そうなんだ。麻酔もなしに。あの、フィオレさんは、仕方ないわ。ストリアが来なかったらこっちがやられてた。でもまさか殺すなんて。いえ、あれがストリアの本質なのよね。目的のためなら、人を傷つけることも厭わない。殺すことさえも、それだけじゃないと思うよ。え？
なんでもない。それよりそろそろ絵を描かないと。何を描くか決めたの？うん、あの日の絵を完成させようと思う。あの日スカウトされた日ね。しんゆくん、まるくん、ご飯できたってよって。ポスコさん、おはようございます。おはよう。右目はダメそうだね。どうも。でもまだ左目があるよ。不謹慎。あの、何か用があったんじゃ。そうだったね。ストリアを見なかったかい？完成した絵を見てほしかったんだけどさ、全然見つからなくてさ。ウトピアに聞けばいいじゃない。彼女もいないんだよね。そういえばあの二人時々いなくなるわね。部屋も見当たらないし。でも二人の部屋あるみたいだよ。見たことはないけどさ。まさか隠し部屋？わあ、ワクワクしてきたね。探検してみよう。そうしよう。ブレないわね、君は。まあ行ってみようか。たまあまあまあ、心当たりはもうありすぎるからな。あ、ボスコもついてきた。正気がやっぱ俺は多いな。そしてマーレ、体力やっぱ突出してんな、お前。まあここやろ。あ、違う。あ、調べられんか。なんだろう、ここだけ壁の色が。あれ、こんなとこで何してるの？こっちのセリフよ。君、今どこから出てきたの？この部屋。どれよ。あ、よく見たらこの壁動くよ。なるほど、ここが君たちの部屋なんだね。そうだよ、誰も怪我すことはできない。お母さんと私だけの綺麗なお部屋ってお母さんが言ってたよ。ストリアは他人を部屋に上がらせたくないタイプなんだね。じゃあストリアはこの部屋に。うん、でも寝てるから起こさないでね。体の調子も悪そうだしな。安静よ。じゃあ入ろっか。ウトピアの話聞いてた？でも家を見せるなら急いだ方がいいと思うんだよね。鮮度が命へは。だってストリアもう長くないもん。え？一番乗り。あ、こら。そうなんだ、やっぱそうだよね。でもおお、ここがストリアさんとウトピアの部屋。ストリアは寝てるわね。起こすべき？せっかくだし部屋の中調べてみようよ。プライバシーって言葉知らないの？いや、じゃあストリアさんが起きるまでこの部屋で待ってよっか。それが一番ね。静かに待ってましょう。あの本気になるな。ピンク色の表紙の本が置いてある。俺のマウスカーソルと同じぐらいピンク色の本が置いてある。ギラギラしてる。あれ、この本だけなんかボロくない？それが何か気になる。見ちゃおう。気になる。見ちゃおう。我ながら不幸な人生を送ってきました。太宰みたいな書き出して。父と母は病に倒れ、私は幼い頃から身を粉にして働いていました。それでも幸せな人生でした。優しい父と母は心から私を愛し、生きる喜びを教えてくれましたけれど、両親が亡くなり、私は奴隷商人に捕まえられました。それは言葉にするのもおぞましい日々でした。それでもまだ信じていました。苦しいのは今だけだと。10歳になった時私は30ほど年上の男に引き取られました。彼は私を妻にしました。なかなか子を宿さない私に、彼はたびたび暴力を振るいました。それでもまだ信じていました。いつかきっと幸せになれると。そんな日々が10年続いた頃、私は彼と出会いました。世界を旅する画家。美しい絵、美しい心、美しい言葉、美しい相貌。私は初めて恋を知りました。けれど夫はそれを許しませんでした。そして残されたのは彼の首とお腹の中の一つの命。それでもまだ信じていました。この辛い人生にもきっと意味があると。ああ、その画家との子だったんね。だから旦那さんには捨てられた感じかな。あの子が生まれました。私はやっと生きる喜びを思い出しました。これはストリアさんの日記。壮絶な人生。ストリアには同情するわ。でも私にはストリアはやばい犯罪者にしか見えない。そうね、私たちを誘拐したことも、関係ない人たちを犠牲にしたことも許せない。許してはいけないのよ。ストリアは画家を誘拐する犯罪者、目玉を集める狂人。マーレの言うことは間違ってないさ。でも親友君には違うストリアが見えてるようだね。うん、娘を愛する母親、不幸な人生を送ってきた女性。これも本当だと思うよ。本当だけど、だとしてもやで。同じ場所でも見る方向によって違う景色が見えるように、人っていろんな顔を持ってるから。そうね、正解なんてないのよね。それでも私には理解できないけど、それでいいのよね。どの道僕がやることには変わりない。それは絵を描いてくれるのでしょう。あ、聞いてた。ストリア、起きてたの？楽しそうな話をしていたのね。私は醜い世界をたくさん見てきたわ。だからこそ私の悲願はただ一つ。ウトピア、私の愛しい娘。あの子に綺麗な世界を見せてあげたいの。愛する娘を綺麗なもので満たしてあげたいと思うのはおかしいこと。愛する娘をひどいものから遠ざけたいと思うのは変なこと。いいえ、母親として当然の悲願よ。私はあの子を残していってしまうから。だからあの子にできることは全てしてあげたいの。あの子の未来を美しいものにするために。でも人の目を取るなんて。お願いよ、私の最後の悲願、どうか叶えてくださいな。やだよ、だって目重すぎるよ。寝ちゃった。マーレさん、僕を部屋に連れて行ってほしい。絵を描かないと、もう時間がなさそうだから。分かったわ、まだ怪我が治ってないんだから無理はしないようにね。うん、ありがとう。
まあ自己規制精神がすごいな。ボスコの絵が認められるかもしんないのに。陣友くん、今日も部屋にこもってるね。もう一週間経つわ。食事もまともにとってないし大丈夫かしら。ボスコの絵はサイレントで却下されてた。止めても親友くんは描き続けるさ。僕たちにできることは身を守ることだけってこと。そういえば君の絵はストリアに見せたの？どうだった？ダメだった。芸術家として依頼人の期待に応えられなかったのは悲しいね。答えてたら目を取られてたでしょうが。だから僕はもう帰っていてさ。期待されて悲しい。でもせっかくだから君たちと一緒に行こうと思って。あっそ、でも心強いわ。ありがとう。どういたしまして。じゃあ今日は僕がみんなの分のご飯作ろうかな。食べられるものを頼むわ。まあ人の肉を食える扱いだから。できた、やっと。早くストリアさんに見せに行こう。ネーベの絵を手に入れた。どんな絵なの？どんな素敵な絵なんでしょう。あ、ステータスコナンド、力強さ、忍耐、優しさ、冷静、逃げ足1。逃げ足は1だろうな。行くぜ、おっせぇ。あ、何、どういうこと。びっくりした。二人とも寝てるの？僕の絵完成するの待っててくれたのかな。ありがとう。行くぜ、起きろ。ボスコさん、世間の悪意でご両親を亡くしてしまった悲しい人。そんな悲しみで満ち溢れてる世界でも前を向いて進むあなたを僕は尊敬します。マーレさん、早くここから逃げたいだろうに。僕に付き合ってくれて本当にありがとう。僕が世界に絶望しようとも、それでも行きたいと思ったのは、姉さんやあなたのように美しく優しい人がいたからだよ。マーレもなんかありそうだけどな。でも今のところ特に何もない。普通にいい人だけど。あ、ネベ、やっほー、元気？ウトピアなんでわかるの？絵が完成したんだね。きっと素敵な絵なんだろうな。見れないのが残念だな。ウトピア、目が見えるようになったら何を見たいの？お母さん。お母さんの顔もう一度見たい。ストリアさんの。まあそうだよね。あのさ、ウトピアはストリアさんに目をつぶされたんだよね。嫌じゃなかったの？全然、むしろ楽になったよ。楽に？私ね、いろんな人に嫌なことされたの。痛いことや苦しいこといっぱいされたの。お母さんがその人たちを燃やしてくれたけど、それでもその人たちが消えないの。ずっとずっと見えていたの。嫌な笑みを浮かべて私を見ているの。本物か幻覚かよくわからなかったけど、だからお母さんが潰してくれたの。醜い人たちしか見えなかった、この目を。ウトピア、君は僕の目が欲しい？別に。え？だってネーベの目がなくなっちゃったら絵が描けなくなっちゃうでしょ。それはネーベが辛くなっちゃう。すごい、まともだ。見えるようになったらいいなって思うけど、そんなに多くのことを望んではいないよ。私にはお母さんがいてくれたらそれでいい。あ、そろそろご飯作らないと。まったね。いい子だ。いい子すぎる。よくあの両親からこんないい子が生まれましたね。絵描いたで。あらあら、展覧会の準備かしら。ストリアさん起きたんですね。絵が完成したのね。早速見せてくださいな。いかが？俺の超大作。丘で花を摘む少女の絵。これは私たちが出会った丘の絵？はい。あの時は完成させられなかったから。初めて会った日のことを覚えてるのかしら。あの、この丘の絵を描いてくださったあなた。あの丘の風景を今でも覚えてるわ。荒廃した丘、錆びた遺体が吊るされた処刑場。それを見て、あなたはこんなにも美しい風景を描いた。こんなにも世界は醜く残酷なのに、あなたの目には、世界は、人々はどのように映ってるのかしら。この絵は過去にあったかもしれない、未来にあるかもしれない、僕の理想と同型です。理想と同型、つまりあなたの想像ね。愛しいウトピアに見せたい美しい世界は、この世には存在しないのかしら。私は存在しない理想郷を追い求めているの？ああ、どうして世界はこんなにも醜いのかしら。ウトピアをこんな残酷な世界に一人残していかなければならないなんて。けれど、それでも、この絵は素晴らしいわ、とっても。何人もの画家を連れてきたけど、これほどの絵を描いたのはあなたが初めてよ、ネーベ。ここから逃げ出そうとした画家はたくさんいたわ。でもあなたは逃げなかった。どうしてかしら。足取られてますからね。ストリアさん、どうか嘆かないで。世界も人も同じ。多くの悲しみに埋もれ、幸せな思い出を見失う。多くの醜さに目を覆い、わずかな美しさを見失う。あなたは残酷な人です。無実な人を誘拐したり、テラさんを傷つけたこと、決して許されません。けれど、あなたのウトピアへの愛は本物であると、あなたの醜い諸行の中に、僕はその美しさを見出しました。ポジティブすぎる。僕の絵を美しいと思うのなら、それは確かにそこにあるものです。僕はそれをあなたに知ってほしかった。あなた、まさかそのためにここに残ったの？世界に絶望する私のために絵を描いてくださったの？素敵だわ、美しいわ。誰よりも純真なあなた、まるで雪のような子ね。あなたの目が欲しい、一等欲しい。美しいものを映すあなたの目が。
優しいねえべ、愛しいあなた、どうかその目を娘に捧げてくださいな。片目だけでいいのよ目が見えなくなったら大変だものね。なんだそのフォロー、足だよ足。そっちの傷つけられた方の目をいただこうかしら。損傷がひどいし、どの道取り除くでしょね。足返してくれ。まずお母さん、お母さんの顔もう一度見たい。どうぞ僕の目を使ってください。ありがとう、ありがとう、優しい子。ああ殴られた。あ、そんなすぐ取る？あら、そこまで出血はひどくないのね。縫い直さなくても大丈夫かしら。大丈夫です多分。ヤバタニエンの取り方してたよ今。さてと、早速彼岸鍋で作らないと。ウトピアの僧帽を俺のやれっつだけで作ってくれた。なんでそのミンチ肉まとめて一つの肉にすんだよ。ねえねえべえ、はい、目をいただいた私が言うのも変だけど、あなたに絵を描き続けてほしいわ。これからも綺麗な世界を描いてくださいな。綺麗な世界をその目に映してくださいな。そして私のように世界の醜さに絶望する人々を光へと導いてくださいな。どの口が言うねんね。はい、マジでどの口が言うねんや。許せねえ、俺の足取った意味はマジでないだろ。僕がストリアさんに目をあげたこと、ボスコさんは否定しないだろうな。目をあげたんだねって言って、それできっとおしまい。まああれは怒りそうだな。僕が目を右目を失ったことを知ったらきっと悲しむだろうな。ごめんね。ストリアさんに時間があったならもっとたくさんの絵を描いて見てもらって、世界の美しさを知ってもらいたかったな。ああストリアここにいんのね。できそう？ストリアさん大丈夫ですか？あらちょうどよかったわ。ねえべ、これをウトピアの僧帽を手に入れました。あなたが渡してくださいな、愛しの娘に。え、ストリアさんが渡せばいいんだ。そんな、どうやってそれ使うの？そのグッて入れたらいいの？ストリアさん一体どこへ？ウトピアを悲しませるものは何であっても許しはしない、私の死でさえも。だから私は旅に出ます。二度と戻らない旅に一回会ってやれよ。どこかの日、どこかの場所で私は病に倒れ生き返るでしょう。死に際の猫みたいな。でもウトピアはあなたの顔をもう一度見たくて目を。ダメよ、名残惜しくて私がさよならできなくなっちゃうもの。だからお願いね、ウトピアに伝えてくださいな。母ストリアは愛する娘ウトピアのため美しいものを探す旅に出ますと。そして綺麗なものだけを見て聞いて触って心も体も綺麗な子になりなさいと。お前の独りよがりだぞそれは。ここの鍵を開けておくからいつでもお帰りなさいな。あなたと出会えてよかったわ、ありがとう。ストリアさん、なに？思いっきりビンタしてやれ。いってらっしゃい。ビンタ届かねえか。え、行ってきます。行っちゃった。いいんか？ねえべ、親友くん無事かい？早い、無事ではなかったようだね。右目あげたんだね。そんな、大丈夫だよ、同意の上だから。まあ命を取られなかっただけマシ。いやいや、固め取るだけでもダメだし。あ、これ以上ここにいたら頭おかしくなりそう。あ、ウトピア、あれみんなどうしたの？ウトピア、このハンバーグをあげるよ。目玉の肉だけで作ったウトピア、君の目だけど。私の目完成したの？もらっていい？うん、どうぞ。ストリアさんは言ってたよ、綺麗なものだけを見て聞いて触って心も体も綺麗な子になりなさいって。ふーん、そっか、わかった、ありがとう。どう？うん、見える、見えるよ。ねえべってこういう顔してたんだね。思ったより若い感じ。若い。わあすごいね、私のお家ってこんなに綺麗だったんだね。世界ってこんなに美しいんだね。それはきっとストリアさんが君のために世界中を旅してこの家に美しいものをたくさん集めていたからだよ。そっか、お母さんすごいな、大好きだな。あれ、そういえばお母さんどこ？ストリアさんは旅に出たよ、ウトピアのために美しいものを探す旅に。え、私たち置いて？扉の鍵は開いてるから好きな時に帰っていいって。なんだかあっけない終わりね。お母さんはね、私のために綺麗なものを集めてくれるの。でもね、お母さんがいてくれたら他に何もいらないの。そうだよね、何もいらないんだけどな。マジであいつの独りよがりだぞ。あ、そうだ、みんな絵を描いてたんでしょ、私にも見せてよ、お願い。持ってくる？いいんじゃない、彼女たちのために描いた絵だ、見てもらおうよ。これは表情を描く躍動の画家のボスコの作品だね。優しい表情の女の人の絵、お母さんと一緒にいる時の温かさを感じるよ。その通り、モデルはストリアだからね、彼女の母性を描いてみたよ。ああ、これは希望を描く博愛の画家フィオーレの絵は？の娘の私の作品よ。本物じゃなくて悪いわね。どうして謝るの？とっても素敵な絵だよ。海を見に旅立ちたくなるような希望で胸いっぱいになるような絵。
そう。そして最後は理想を描く同系の画家ネーベの作品だね。とっても綺麗な世界、優しさと愛しさであふれる、まるで理想郷。いつかこんな綺麗な世界になったら、お母さんもわざわざ美しいものを探す旅に出る必要もなくなるのよね。ありがとね、ネーベたちは。お母さんと私の悲願を叶えてくれた。今度は私の番だね。みんなの悲願を叶えて、みんなの理想郷を作っていくの。お母さんと私のこのお家で。どうやって？そうすればいつかきっと世界中は綺麗なもので満たされるよね。途方もない話だ。ちょっと。さあ、そろそろ帰ろ。あ、そうだ。何よ。マーレ君、君はあのハイデルバッハ家の専属画家の娘よ。そんなすごい人だったとはね。ぜひ僕を弟子にしてくれよ。お父様に聞いてちょうだい。そうと決まれば早速出発だ。転んでもただじゃ起きないって感じやな。あ、こら待ちなさい。俺はい俺はい。マジでなんで足取ったんだあいつ。マジでウトピアの夢素敵だと思うよ。ここが理想郷になったら、今度は僕この家を描こうかな。僕の想像ではない理想現実、僕の想像ではない現実になった理想郷を。うん、待っててね。私頑張るよ。だからそれまでさようなら。この状態で放り出されんの？嘘だろお前。メンタルお化けすぎるだろ。あ、抱っこされてる、おんぶされてる。いやいやいいのかなおい、ストリア、あいつ自分だけ満足してどっか行きやがったぞ。あいつは自分の中の世界で生きてる。見たいものだけを見てる。フィオーレと一緒かもしれない、ストリアは。おう、こっち見てる。ああ、まだちょっと。ここは願いが叶う理想郷、幸せで綺麗な理想郷。うん、今日もいっぱい綺麗なものを見れたな。ネーベたちは今もどこかで絵を描いてるのかな。早く会いたいな。うん、まだ足りないよね。もっともっとみんなの悲願を叶えて、みんなの理想郷を作らないと。ネーベたちが描きたいと思えるような綺麗なものを残せるその日まで。それにしても、お母さんいつ帰ってくるのかな。エンド、聖母の僧帽。聖母ではねえだろあいつお前じゃいお前じゃいよ、マジで気持ちよくお出かけになられたところ申し訳ございませんがお前じゃいなのよ。はい、ということで、ストリアの僧帽でございました。ご視聴ありがとうございました。